ショートアイアンなどで引っ掛け低い球を打とうとすると引っ掛けが出てしまいますというご質問が来ました。低い球の打ち方としては、2つ注意点があります。まず体が後ろに向いた状態を長く保てばヘッドというのはこのように垂れる動きっていうのが少ないですので、ロフトをうまくロフトこのようにロフトを立てるのが低い球を打つ方法なのですが、それを大体皆さん手の動きでこのように低くして打ってしまいます。上から手で押さえてこのように低い球を打ってしまいます。これでも仮に低い球を打てるのですが、力が入った時に手元が返りすぎてこう引っ掛けになってしまいます。ですからなるべく体が右を向いた状態を保っているようなイメージでいくと低い球が打つことができます。そしてあと引っ掛けなのですが、引っ掛けは低い球を打つイメージで体が右を向いたままこう降りてきて、フェースもこう開かず閉じて降りてきて、この後クラブのシャフトをこのように立てるような形で振り抜いていくと低い上にボールもこう手が返りませんので引っ掛けないような打ち方になります。向いてシャフトをこう立てて打てると低めのかからないような球になります。皆さん大体こう手で振って上にこのようにボールが上がってしまいますので、注意点はなるべく体で後ろを向いたまま、そしてフェースが少しこう閉じ気味に入ってきて、であとは打った後は少しこうシャフトがまっすぐ立つようなイメージで振り抜いていただければ引っ掛けも出ない低めの球が打てるのではないかなと思います。いつも動画見ていただきありがとうございます。チャンネル登録評価お願いします。ゴルフでわからないことは下のコメント欄に書いていただけると動画でアップしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。